これはよく主の姿が見えないようだが、まさか留守にしてるわけじゃないよな。ふん、私たちにビビってどこかに隠れてるんじゃない？喜べ人間ども、貴様らのような卑しき者が我の姿を二度までも拝めるのだからな。アズラーム。しかし闇の雷に打たれ塔の崩壊に巻き込まれてもなお生きていたとはな。貴様らが呆れるほどにしぶといのか、はたまた忌々しき邪魔者が再び現れたのか。そう簡単にやられてたまるもんですか。はっ、毎度爪が甘いんだよ。まさに虫けら雑草。価値のない卑しき者ほどしぶとく見苦しく生にしがみつく。だが神の声し我の前では絶望的に無力よ。焼き尽くしてくれよ。生きた痕跡すら残らぬようにな。煉獄がやってました。何が神を超えしだ。ザラーム、俺たちの平和な世界を返してもらうぞ。人間ごときに何ができる。我の力とくと味わうがいい。ハッ！
くれ。貴様らと遊ぶのも飽きてきたな。虫けらのあがきなどこの程度か。さっさと貴様らを片付けて世界中の人間を焼き尽くしてやるとしよう。そんなことさせてたまるかよ。愚か者どもめ、まさか勝ったとでも思ったか。残念ながらこの程度では我に勝つことは愚か、傷一つつけられん。圧倒的な力の差というやつだ。さあ己の無力に打ちひしがれながら行くがいい。何？そうか、貴様ら二人がナジムの弟の血を引く者たちか。素晴らしい。貴様らを始末すれば我は憎き弟に復讐できる。そして今度こそ世界を支配する唯一無二の王として君臨できるというわけだ。待っていた。魔族に転じて生きながらえ千年の間待ち焦がれていた。ナジムの血を継ぐ者を叩き潰すこの時をな。ちょっと嘘でしょ。ムクムク大きくなってくじゃないの。勝たなきゃいけないんだ、この世界を守るためにはな。大丈夫だよ、あんたたち二人だけに。
この世界の命運を背負わせやしない。私たちが一緒だ。必ず勝てる。ダンセルソ。お前の千年越しの野望を俺たちが打ち砕いてみせる。覚悟しろ、ザラーム。世界を救う英雄になりきって遊んだものだったが、本当に魔王とやり合うことになるとはな。この戦い負けるわけにはいかん。まさかラジムの子孫と一緒にご先祖様と戦うことになるなんてね。つくづく不思議なもんだ。さあ千年の因縁を終わらせるよ。真の万象団。ちょいとやりすぎちまったね。なんなのですが、私たちの冒険を封印してみようと思う。つまり題名は猫の世界大冒険。これは売れそうですと。さあ始まるわよ。あんな姿になったら力が欲しいんだよ。ダラーム、どうしようもないやつ。あいつのブーサイクな顔をボッコボコにしてやりましょう。
よし、行くよ。やりすぎちまったね。
しょうか。 オルネーゼ、オルネーゼ、腕の刻印が、刻印が消えた。ザラウルも悲しき一族に刻まれた印も全て消え去ったようですね。ナジムの血を継ぐ者たちよ、ありがとう。あなた方はナジムの願いを叶えてくれました。千年前彼が成し得なかったことを見事成し遂げたのです。この声、夢の中で聞いたのと同じだ。さあ、予言の蓋も聖杯を分かたれた世界を一つにするのです。千年の時を超えた定めの通りに。おい、みんな、うっとり見とれてる場合じゃないみたいだよ。急いで地上へ戻るんだ。城が消えていく。消えちゃった。これで全部終わったんだな。いや、まだだ。皆に知らせなければならない。予言の終わりと新たな王の誕生な。ほら、なあ、ちょっと待ってくれ。いくら予言の双子でも急に王様になんかなれないって。私たち士官学校の生徒よ。それに世界を滑る王なんてそんな器じゃ。あのザラームを倒したのだ。今のお前たち以上に王にふさわしい者などこの世界にはいない。そう気負わなくても大丈夫だよ。あんたたちが未熟なところは私たちみんなでフォローしていくからさ。僕も我が輩も協力するであります。参ったな。あれ、マリベルやミニアたちは？そういえばトルネコもハッサンもみんないない。おかしいね、さっきまでは確かに。探してくる。私も。おい、お前たち。いた、みんなだ。おい、よかった、ここにいたのか。いやはや、見つかってしまいましたか。ああ、こっそり帰ろうと思ってたのに。帰る？それって元の世界へってこと？ああ、やっと迎えが来たんだ。ザラームが倒れ、この世界は平和を取り戻しました。私たちの役目も終わったのでしょう。そんな、もう行っちゃうの？締めっぽいのはごめんだぜ。お前たちは王様だろうが。ほら、シャキッとしろ、シャキッと。それにしても勝手な話よね。ザラームを倒した途端王になれたなんてさ。けど私は良かったと思ってるわよ。双
後の王吾あんたたちで。私もそう思います。お二人が王ならばきっとここは素晴らしい国になることでしょう。うん、ちゃんとハイムに負けないくらいにね。みんな、おいら帰ったら仲間に自慢すんだ。すっごい友達ができたんだぞって。だから絶対また会おうな。約束だぞ。この甘ったるめ、このハイムの家族泣くものか。やれやれ、涙抜きでお別れしようと決めていたんですがね。まあ切なくなっちゃうのも仕方ないわよね。だって私たちずっと一緒に戦ってきたんですから。おっと、そろそろ時間みたいだぜ。黙って帰ろうとしちゃってごめんね。みんな面と向かってお別れを言うのが寂しかったのよ。でもやっぱり最後に会えてよかったわ。それじゃあ出発。じゃあな。お待ちください。絶対また会おうな。絶対だぞ。みんな元気でね。できるかな、私たちに。あ、ちょっと、どうしたの？おーし、じわじわたぎってきた。こうなったら腹くくってやる。猛烈に思いっきりガンガンやってやるぜ。ちょっと、今回ばかりはいつもみたいな適当な考えじゃダメなのよ。ちゃんと本気で考え。本気だ。それが俺たちを支えてくれる、みんなの思いに応える、たった一つの方法だからな。そうね、あなたもたまにはいいこと言うじゃない。思いっきりやりましょう。みんなのために、この世界のためにできることをね。あ、たぎってきた。